フォースロジャー。ここはプローンシチア、こっちがブラックバレーの8。あ、ここがあれ、あいつ働いてるかな、名前忘れたけど。じゃあプローンシチア行きましょうか。これね、こんにちは。あ、懐かしい。俺が、あ、もう片付けたん？壺。俺が割ったとかな。覚えてる？俺のこと。もう忘れたやろ。プローンシチアへようこそ。何かご用かな？うん、もう忘れてるね。あらゆる種類の面白いものを売っている。もう見たかい？うん、まだ見てない。これみんなから盗賊ギルドの話聞けるな。じゃあまず盗賊ギルドからかな。この辺ではかつて、かなり恐れられる存在だったよ。その名前を囁くだけで。背筋がゾッとするほどだったのさ。今では善良な人々からいくらか余分にお金を巻き上げようと狙っているゴロツキや悪漢以上のものではなくなったがね。ちょっとした衛兵がいればラットウェイに入って奴らを一掃できるだろう。いや、それは無理や。俺が加入すんもん。それは無理やわ。ラットウェイとはなんだ？町の下を走っている古い下水道の名前だ。数百年前には巨大な構造だったが、リフテンの他の部分と同様、それも廃れてしまった。ギルドのせいでこの場所はあまり付き合うにはよろしくない悪漢の溜まり場になってしまった。だからそこに行くなら気をつけろよ。ありがとう、気をつけるわ。店の名前の由来は？覚えやすくて人目を引く名前だろ。若い頃は漁をしていてな。そうでもないよ。ブローニンプローン号という名の、それは美しい船を持ってたんだが、年月はいつの間にか忍び寄ってくるものさ。結局その船を売り払ってここを開いたんだ。この店にはその船の名前以上にふさわしい名前はないと思ってな。ま、少しだけ変えたが、もう少し先見の明があれば船は売らずにいたんだが、この町に来たことは大間違いだったよ。まあまあ頑張りやな。頑張り。うん、その昔、その漁をしてた時のな、船の名前を、付けたということですね。はい。特に別に何も面白くないですね。リフテンには何か問題がありますか？まあ問題だらけでしょうけどね。それより、リフテンで何が問題じゃないかと聞いた方が早い。まあそうでしょうね。この町は堕落した。芯まで腐ってるよ。みんな自分のことと、他人の不幸からいくら金を稼げるかってことしか考えていないんだ。こっちの世界もそんなもんやわ。終わりかい。終わりかい。まあね。まあ僕の世界もそんな感じの人はたくさんいます。はい。多分当局と話をした方がいい。急に現実的。話した方がいいよ。当局だって？俺の話を聞いてたのか？あいつらはみんな汚い。一人残らずな。この町でうまくやっていく唯一の方法は、身の程をわきまえて、有力者にちゃんと支払いをしておくことさ。はい。まあ、ズブズブということですね。まあ、リフテンは結構、まあ、マルカルスとはまた違った意味で、まあ、なんかこう、腐ってるというかね。うん。じゃあな。バイバイ。で、あんたが何？さっきから突っ立ってるけど、なんか、さっきからその体勢でずっと突っ立ってますけど、ドリファ。奥さん？奥さんか？夫ベル氏が私の悩みの種なのです。リフテンの心配ばかりして、自分自身のことは全くおろそかにしているんですから。そうは見えへんかったけどな。ちょっと、あなたのものじゃないわよ。あ、ごめん、いや違う、え？取り返してくれた？ごめん、今間違えたんですよ、ごめんなさい。今なんか鍋を盗んだけど取り返されたんかな。あ、オッケー、じゃあオッケーですね。はい、ドリファさんですね。リフテンの犯罪や汚職が答えているようで、それに加えてドラゴンの噂でしょ？すっかり気がめいっているんです。まあ仕方ない、それはな。ベル氏は誰かにプローンシチアが乗っ取られるんじゃないかと思っています。ノイローゼ気味なんですよ。疲れてんのか、あいつ。そうか。プロンシチアは私たち二人の店です。でもたくさん問題があるにもかかわらず、彼が一人で店を運営してるんですよ。奥さん持ったな、よかったな。何かご用かな。ベルシ、よかった、いい奥さんや。もう大事にしてけ、ほんまにな。私は夫のことが本当に心配で、こんな状態の夫を見るのが辛いんです。ほんまに奥さんやね。お前大事にせよ、ほんまにな。あらゆる種類の面白いものを売っている。奥さんは大事にせなあかん。ほんまにいい人やわな。あんな人なかなかおらんで、ほんまにな。
大事にしいや。いやー、リフテン観光は楽しいなー。じゃあ次は、あー、蜂蜜酒醸造所ですね。失礼します。お、いらっしゃい。スカイリムでもとびきり純粋な醸造酒、ブラックブライヤーの蜂蜜酒がおすすめだよ。アングリエンやん。よかった。お前、やっぱここで働いてんねや。よかったってなんや。ここで働いてんねんな。当店で扱ってるのは最高級品、ブラックブライヤーの蜂蜜酒だけだよ。お一ついかが？よっしゃ、じゃあ買ったろ。頑張ってくれ。頑張ってくれ、アングリエン。お前を応援したい、俺は。ちょ、買わしてくれ。蜂蜜、もう全部もらおう。全部もらおう。よっしゃ。また会いに来てくれ。はい。で、あんたは？ここらで醸造所の監督をしているんだ。何か用か？インダルイン。実に忙しくてね。何か欲しいのか？でなきゃ、仕事に戻っていいか？またいやらしい顔しとんな、インダルイン。あ、だからこの人がここの責任者や。なるほどな。あいつが、従業員な。あ、こいつがディビラの印持ってんのか。まあ、すり取ってもいいねんけど、できればちょっと話したいね。まあ、その前にちょっとじゃあ、醸造場を仕切ってんの？メイビンブラックブライヤーに蜂蜜酒の生産量を維持するよう頼まれている。それが私の仕事だ。働いているのは役に立たない連中ばかりだがな。自分が仕切るようになってからは、蜂蜜酒の生産量がそれまで以上に高くなったんだ。そして蜂蜜酒醸造所が儲かれば金がたくさんもらえる。そういうことさ。そうか。まあでも従業員は大事にした方がいいぞ、お前。メイビン・ブラック・ブライヤーについて教えて。メイビン夫人はスカイリムの人間となら誰とでも取引している。実は町全体を掌握しているとしても全然不思議じゃないね。ミストヴェイル砦でもいつも歓迎を受けている。ここだけの話、いろいろな帝国の要人たちともつながりがあるらしい。メイビン夫人に盾つく気ならやめておけ。かなり多くの者を雇って様々な問題の対処に当たらせているからな。まあ、実際メイビンが仕切ってんやろね。はい、じゃあディベラの印の件。ヘルガにディベラの印をもらったはずだ。渡してもらおう。おかしなことを言うな。よくもそんな言いがかりをつけられるな。渡せば誰にも秘密は漏らさないから。あの女と寝たなんて噂が広がったら、蜂蜜酒醸造所で働く連中からの尊敬を失うだろう。その印が欲しけりゃ持っていけ。どの道、こんな面倒に見合うだけの価値はない。はい、渡してくれたんな。オッケーオッケーオッケー。まあ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 、いや、そういうことあるよな。いや、依頼で動いてるだけでね。まあそういうことあるとも俺は興味ないけどな。よし。どういうこっちゃ。スカイリムでもとびきり純粋な醸造酒、ブラックブライヤーの蜂蜜酒がおすすめだ。頑張れよ、アングリエン。さあ、じゃあちょっと中ちょっと働いてる人たちを見ていきましょうか。もしかしたらね、もう話してる人かもしれんけど、誰かおるかな。誰もいません。ここ結構広かった気がするけど、そんな広ないか。あれ、地下があんのかな。従業員の方いない。当店で扱ってるのは最高級品、ブラックブライヤーの蜂蜜酒だけだよ。2階から喋ってんね。はい、こんにちは。町は初めてか。釣りにでも来たんだろう。あ、ボリーやん。あ、ってことはこいつもディビラの印や。はい、いい笑顔ですけど。本利彦での釣りは最高だ。いつか試してみるといい。はい、ウオタミなのか。リフテンでは随一だ。リフテン水産を所有している。釣り竿一本から始めて、今は自分の名を冠した建物と2隻の船を持っている。中年のノルドにしては悪くないだろう。この町から貧困を拭い去る努力が同じように成功しなかったのは残念だ。ニベノールは時間の無駄というが、そうは思わない。あー、ってことはこの人あれや、最初にね、ヘルガの宿舎で話したアルゴニアンの、その経営者やな。だからあいつが従業員やから、そのリフテン水産か。はいはいはい。ボリーはいい人だし、たくさん給料をくれるし、しっかり目配りもしてくれる。以前はブラックブライアの醸造所で働いてたけど、インダルインたちとはいつも意見がぶつかってた。あのエルフどもは辛抱することを知らないのよ。で、そのこの人はその何、そのリフテン水産を経営している方ですね。ボリーさんですね。多分な。その魚どこで売んの。収穫物はスカイリムの全域で売っている。自分にとっては金貨と同じだけの価値がある。唯一開拓していない市場はマルカルスだけだ。ただシルバーブラッドという宿のクレップルが興味を示したらしい。あ、クレップルが。
そっち方面に向かうなら購入契約書を届けてもらえればありがたい。もちろん礼はしよう。あ、面白そう。いいよ、届けたよ。うん、オッケーオッケー。よし、手紙が届き次第クレップルがお前に謝礼を支払う。オッケー、契約書ね。オッケー、届けとくわ。そしたら、そうそう、なんか慈善活動してるみたいな言ってるね。ああ、誰かがいなくてはならないからな。この街のひどい現状を見たか。物乞いが街をうろつき、犯罪は頻発、戦争の噂で事業は寄りつかない始末だ。わずかな金額を聖堂の寄存金箱に入れるのが自分にできる精一杯なんだ。お、いい人やん。頑張れよ、ボリーな。で、ニベノールっていう名前が出てきましたね。ニベノールは妻だ。あ、奥さんね。彼女のように魅力的な女性と出会えたことは人生の不可思議とでも言っておこう。まあそうやな。妻とは事前については対立している。彼女に言わせると、この町の者は怠け者になって施しを待つようになっただけらしい。マーラの聖堂でマラマルの教授に彼女を参加させたいのだが、買い物をしてる方がいいという。考え方の違いだな。まあそうやな、考え方の違いですね。まあこの人はその、まあリフテンの町をな、助けたいと思ってその寄付とかしてるけど、その奥さんからしたらその寄付するから、まああるやん、そういう問題ね。その寄付をするから寄付を待つんやと、そういう問題もありますね。うん、わかりました。まあボリーさんですね。まあ悪い人ではなさそうですね。じゃあね、ヘルガにリベラの印をもらったはずだ。渡してもらおう。何を言ってるかわからない。妻ドリファ以外の女性とは決して寝たり。渡さないとそれじゃ済まないぞ、お前。いいか、一晩だけだったんだ。あの女が酒に何かを入れたんだろう。それ以来あの宿舎には行ってない。こんなものは持っていけ。二度と見たくない。怒ってるやん。聖堂では寄付を忘れるなよ。ああ、もう寄付したよ俺。うん、俺も寄付した。じゃあ、まあボリーの件は解決ですね。いや、いいね、人が濃いですね。いいですね。他には誰もおらんの、ここ。ていうか、あいつリフテン水産やってんやったら別にここ従業員じゃないじゃん。なあ、なあ、防波堤な、関係ないよな。関係ないよな、あの人な。じゃあここで聞けることはもうないから戻りましょうか。じゃあ戻るってどこにやねん。他の場所をね、観光していきましょうね。スカイリムでもとびきり。じゃあ、醸造所はもう終わりましたんで。もうマルカルスへ届けてくれたか。届けてるわけないやろ、お前。今話してここ出てすぐやないか、お前。なんボケてんのか、お前。ネタか、それは。それ笑いとってんのか、お前、それは。はい、どうした、どうした、そこ。仲良さじゃない。ムジョルがこんな風に動揺するのは見たことがない。この街の様子がよほど答えたんだな。このツーショットも、このツーショットもなかなか何度も見るツーショットやな、ほんまに。じゃあまた夜遅くなっちゃったんで時間帯明るくしますね。何これ、月4日レインズハンド。これどういう意味やろ。なんとかの月ってとこやな、ここ。レインズハンドって何。まあいいや。はい、明るくしました、ありがとうございます。いや、これ結構かかりそうやな、観光。まだだってこの辺一体ちょっと見ただけやろ。まだあの孤児院にも行ってないしな、市長の間も行ってないし。生き延びて話の種にできますよ、はい、じゃあちょっと物乞い。スニルフ、肉はどれも清潔だし重関節症なんかにもかかってないわ。うん、まあいいわ、後でな。スニルフさん、そうだと思う。どうせ汚らしい物乞いだよ。話をしたい相手じゃないはずだ。いや、もう金あげるからな。おお、ありがとう。心優しいお前に神々の恵みがありますように。はい、じゃあな。まあ頑張れ、知らんけど。はい、でお前な。うちの食料はスカイリム1よ。いつだって収穫した人同じ。冬の朝ぐらいシャキシャキ用の人やな。何、お知らせだ。まあでしもええから。はい、新鮮な肉で少しはお腹が膨れたんじゃない。マライズ・アラベルさん、新鮮な肉を見つけるたった一つの方法は自分で狩ることよ。自分で狩ってるの。どうやって食べ物をこんなに新鮮に保ってるんですか。エリンヒルの肉屋に秘訣を教わったの。エリンヒルはハンマーフェルの国境を越えた小さな町。エリンヒルって肉屋は氷の生き霊の歯をすりつぶして保存に使う方法を見せてくれた。へえ。何でも冷たく新鮮に保ってくれるの。限られた時間しか持たないけど、いつでも補充が欲しいから氷の生き霊の歯を5つ見つけたら喜んでいただくわ。あ、そう。いや、でももうあれやねん、俺な、カイネスグローブの人にもさ、頼まれててさ、そんなに見つけられへんからやめとくわ。あら、まあ、じゃあ気が変わったらまた来てね。ごめんな、そんなにいっぱい見つからんと思う。
まあ、この人からも盗賊ギルドについては聞きましょうか。通りの地下ラットウェイに住んでるわ。汚い動物みたいにね。真面目な話、ゴミを求めてこっそりここを出ていく害獣も同然よ。彼らはまともな人たちの稼ぎを邪魔しているの。もちろんまともな人で初めからここで生活しているような人はあんまりいないけどね。まあそうでしょうね。はい、じゃあラットウェイは地下を走る下水道のリフテンでの呼び名よ。まったく気持ち悪いったらないわ。まあ財布にお金がたっぷりあって分別がある人間だったらこんなひどいトンネルにはいないんだけどね。結構嫌味を言いますね。お腹をいっぱいにして肩を鍛えなさい。わかりました、ありがとう。で、あのセリフが聞きたいね。ちょっと待っていい？ちょっとあのセリフが聞きたいな。うちの食料はスカイリム1よ。いつだって収穫した人同じくらいに新鮮なんだから。ちょっとよく歩いた言うかな。新鮮な肉で少しはお腹、新鮮な肉と農産物よ。新鮮な肉を見つけるた、何か用かしら。言ってよ早く。もうあのセリフ聞きたいね俺。言ってくれんの、もういいわ。はい、市場にやってきました。まあ、でも大体会った人、え、これ何？高級宝飾。灰の山ありますけど。あ、これ吸血鬼か。あれ、探せない。マデシの店な。マデシの店があって。生き残りたければ、試してみて。施しが欲しいなら、夫に話してちょうだい。仲間を探しているなら、もっと私に聞かない方がいいわ。あ、ニベノールってあれやん。あの、ボリーの、あれやな。ボリーはそこら辺で貧しい人々に施しを与えようとしてるはずよ。マーラのくだらない教えのせいでね。あ、そうや、対立してた人や。そうや、そうや、そのボリーが、その、まあ、町の人にな、施しを与えて、ちょっとこう、な、よくしようとしてて、この、夫はあの宗教に出会ってから、私がお金をどう使って、毎日何をしてようがどうでもいいみたいね。別に構わないけど。そう、で、このニベノールっていう人は、その、寄付をするから、その寄付を待つんやと。その、施しは良くないぞっていう人やね。光り輝く宝石があるよ。言ってくれるかな。うちの食料はスカイリム。言ってよもう、あのセリフが聞きたいのに。はい、まあ市場の人は大体ね、ヘルガの宿舎でね話聞きましたんで、そしたら、あ、鍛冶屋や、鍛冶屋。何やったっけ、お前の名前思い出したい。お前何やったっけな、何やったっけ、なんかふふふふみたいな、なんかオグマンドみたいな名前やった気がする。何やったっけお前の名前。野菜は冬の朝みたいにシャキシャキよ。え、誰お前。え、お前誰？え、違う、お前じゃない。防具を買いに来たのかい？それとも武器かな？え、お前じゃないよ。あれ？もう一人おらんかったっけ？有名なアルゴニアの宝石職人が作った宝飾品さ。あれ？ちゃんとした人。ま、まあいいわ。火の使い手。今日はまた何か？火の使い手、明日夜ん。自分はリフテンの個人育ちでね。グレロットが言うには、まだ赤ん坊の頃に捨てられたそうなんだ。いらない子供だったらしい。まあ、そうやろね。鍛冶屋にしては若く見えますね。今は亡きバリマンドの弟子なんだ。あ、バリマンドや。武器や防具をこしらえるための知識はみんな師匠から教わった。バリマンドは幼い俺をグレロットの孤児院から引き取ってくれた。何を見込まれたのかわからないが、とにかくあそこを出れて嬉しかったよ。何年も師匠の技を観察し、家事なコツを学んだ。悲しいかな、とても師匠の域には到達できそうもない。まあお前には無理やろな。はい、毎度あり。お疲れ、頑張れ。まあお前には無理やろうけどな。で、この中におるのかな。ああ、灼熱の戦地。あの、ここの鍛冶屋のその師匠を連れた人はバリマンドやね。そう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 。おったおった。まあ、その人は見かけ次第話しましょうか。なんか向こうにダークエルおるな。施しが欲しいなら、夫に話してちょうだい。あ、この人もマーラの司祭かな。リンヤ・バリュ。リンヤ・バリュって。リフテンに向かうの？マーラの聖堂に行けば歓迎されるわ。あ、はい。こんにちは。お会いできて嬉しいわ。私がマーラの聖堂の司祭です。あ、やっぱりね、そういう人ね。何か用？有名なアルゴニアの宝石職人が作った宝飾品さ。もう話せんのか。はい、わかりました。グレルカの防具を買って、自分の身を守りましょう。バリマンドに会いたいな。まあ、いっか。でもその、こっから向こう、こっから向こう側も見終わったので、次はこっち側ですね。綺麗な安物と。こっち側をちょっと見ていきましょう。まあ、この辺はあのあれやわ。この辺は住宅街なんで、まあ、その辺の話してない人と話して、その、リフテン水産っていうのはどこなんやろね。この外かな？この、ここのどっかにあるのかな？リフテン水産。これね。まあ、じゃあ、ミストベイル取り行くか。生き延びて話の種にできますよ。ミストベイル取り行きましょう。ここがいったら首長の宮殿や。
ここも、ちょっと時間を戻しますわ。マルカルス一緒。今ね、ここもともと、まあ、場所で見たらわかんねんけど、こっちね。この場所で言うと、この今多分解説してると思いますけど、ウィンドヘルムの方、言ったらそのストームクローク側の領やってんけど、その講和会議でね、そのメインクエストの講和会議で、帝国領になってしまったんで、首長も変わっちゃってんのよ。なので、ちょっと過去に戻って、またこの、元々のね、元々の首長とお話ししたいと思います。話すのは元々の首長だけで、他の人はこっちのデータに戻ってきてお話ししますんで、じゃあ、ちょっとロードしてみましょうか。はい、それではリフテン初訪問のデータでございます。まあ、この感じですね。はい、この感じで行かせていただきます。まだね、ストームクロークというか普通の。報告する。ラグドフラゴンにいる顔面改造医の話は聞いちゃダメだ。噂では、むしろ顔面破壊屋の方が近い。これね、まだ帝国領ではない状態ですね。リフテンの衛兵がいます。じゃあこの状態で首長たちと話していきましょう。ミストベイルトリレ。石膏はドラゴンの噂に関する情報を手に入れたの。はい、奥様。ヘルゲンでの不幸な出来事にはドラゴンが絡んでいると思われます。立ち去る前に兵士を数人殺したんですよ。町の衛兵と話がしたいわ。攻撃でリフテンが陥落した場合に備えて、緊急時の対応を話し合っておきたいの。はい、奥様。勝手ながら馬車も用意させていただきました。万一に備えて。いいわ。リフテンが陥落したら責任者は見逃しても構わない。はい、すごいなんかまともそうな、いやー立派やね。女の人やね、首長ね、ライラ。はい、まあ、他の人は多分もともとのねデータの方でもお話できると思いますんで、この失政とライラとお話ししていきます。まず失政かな。お前はミストベールトリデにようこそ。首長ライラの失政アヌリエルよ。アヌリエルさん、なんかそのドラゴンの来た時のね、どうするかみたいな話してましたけど、リフテンの失政として限られた形でしかお助けできないけれど、思うことをはっきり言ってちょうだい。でもあんまり、あ、そうやね、どんな仕事をしてます？私は失政として市長と臣民の仲介役を務めているの。それからもう少し地味なリフテンでの日常生活に影響するような政策も私が担当しているの。最近は汚職がどうとかっていう馬鹿げた非難を抑え込むのに苦労したわ。そうですか、汚職。どんな汚職？市長は町のために何もしていないって信じている人たちがいるの。汚職がはびこってブラックブライア家が牛耳っているって。まあそれはほんまのことやろ。ちっともそんなことないのよ。そう、町はきちんと治められているんだから。そんなことないと思うけどな。まあいいや、まあいいや。盗賊ギルドはじゃあどう思ってんの？ギルドとは呼べない代物よ。ならず者の寄せ集めってとこね。実際彼らは脅威とはとても言えないわ。それよりも資金は侵略対策に使うべきよ。そうね、リフテンの法律に従うのなら歓迎するわ。そうですね、はい。で、首長、旅の人、リフテンへようこそ。旅は順調だったかしら。いや、かっこいいな。なんか椅子もちょっと違うな、他のあれと。ていうかその宮殿自体がその他のなんていうの、よくあるその例えばモーサルとかファルクリースとかとはまた超違うちゃんとしたところやね。何かお困り？ライラ・ローギバー。何か言って、部下の言いたいことは全部聞きたいの。俺は部下じゃないよ。この戦争における君の立場は？ウルフリックの大義は最もだと思うけど、リフトの人々のことが心配だわ。ただでさえ生活が貧しいのに、頭上に暗雲が立ち込める状態で暮らすなんてあんまりじゃない？彼らには同情を禁じ得ないわ。財源に余裕があれば自分の家族同様に守ってやれるのに。そうだね、まあ民のことを思う首長ということですね。ウルフリックはどうした？ストームクロークの後ろ盾で、ウルフリックはスカイリムから帝国軍を排除して、白金協定への私たちの関与をなかったことにしようとしてるわ。この大義のために戦って大勢が命を落としたわ。これから先何年もこの土地は血で汚され続けるんじゃないかしら。うん、まあ場所としてはストームクロークがあったことになってるけど、そのウルフリックのやり方はあんまり気に入らないというか、そういう感じですね。一応聞く？白金協定とは何だ？帝国とアルドメリ自治領と名乗るエルフとの対戦のことは当然知ってるわね。知ってるよ。終戦とともに締結されたのが白金協定よ。もともとは帝国の平和を確立するために作られた協定だったの。協定の項目の一つはタロス崇拝を違法とするものだったわ。
これはストームクロークにとって帝国が真のノルドの忠誠に値しない存在となった瞬間として認識されたわ。そうですね。まあ、これは何度も解説で出てますんで、まあ、ここは置いときましょう。で、あとはその首長として盗賊ギルドをどう思うか。奴らが裁きにかけられる日が待ち遠しいわ。メイビン・ブラック・ブライアは叱るべき対応を取ってるって断言したけど、この街で最も影響力のある市民として彼女は奴らを投獄する全責任を引き受けたのよ。残念ながら巧みに姿をくらませてるわ。メイビンは奴らを街から追い出すまで諦めないはず。私にはわかるの。はい、まあまあ盗賊ギルドはもちろん歓迎していないということですね。ありがとうございました。良い旅を。